はいどうも、野草研究所です。ハーブティーたしなんでますなんて言うとおしゃれに聞こえますが、河川敷で野生化したミントをむしってる男はおしゃれに入りますか？さて、今日は日本中で大繁殖して問題になっている侵略的外来種アップルミントを集めて爽やかミントシロップを作ってみます。スーッとした甘い香りはこれからの暑い季節にぴったり。それでは早速やってみましょう。こちらが野生化したアップルミントです。正式名称はマルバハッカといって、ヨーロッパから来た丸い葉っぱをしたミントなんですが、読みにくいので今日は通り名のアップルミントを使わせてもらいます。アップルミントはシソ科ハッカ属の多年草で、その通り名のようにちぎるとリンゴに似た甘い香りがします。なのでガーデニングの世界でも普通に使われる植物なのですが、問題なのはこいつらの侵略的な繁殖力です。雑草すらも駆逐する猛烈な勢いでテリトリーを広げていくため、今や人ん家を飛び出して日本中で野生化し、現在もなお進行を続けています。なのでガーデニングされる方は直植えせずに、プランターや鉢植えを使って楽しみましょう。それでは採取していきます。てっぺんから10センチくらいの若葉の部分をいただいていきましょう。何本も生えているように見えますが、これらすべて一つの地下茎でつながっていて、相手は地上部をいくらちぎってもまた新たな葉を出してくる一体の化け物です。根っこから駆除しない限り枯れることはほとんどないので、遠慮せずに美味しそうなところをガンガンいただいていきましょう。ということで今回の取れ高です。まずはざっと洗って虫や汚れを落とします。せっかくの香りが抜けてしまわないように、レディーのごとく優しく扱いましょう。続いてシロップを準備します。鍋に白砂糖2カップと水1カップを入れて火にかけます。まだ沸騰までいかないプクプクした状態になったら、洗ったミントを全部ぶっ込みましょう。そしたら蓋をして沸騰するまで待ちます。すげえいい香りがしてきました。沸騰したら一旦蓋を取って、使ってない上の方のミントにもシロップを振りかけましょう。この時雑味やえぐみを出さないため、ぐるぐるかき回さないように注意します。そしたらもう一回蓋をして火を止めて15分蒸らしたものがこちらです。部屋中にスーッとした甘い香りが充満しています。それではシロップを取り出してみましょう。コーヒーフィルターを使ってゴミが入らないようにこしていきます。しっかり抽出できていそうですね。鮮やかな黄緑色になっています。ということでこちらが抽出されたミントシロップです。冷蔵庫でしっかり冷やせば完成となります。今日はこのミントシロップを使ってカクテルのモヒートを作ってみましょう。まずはライムを4分の1にカットしておきます。あとはフードプロセッサで氷を粉砕しておけば下準備は OK です。さあショータイムの始まりです。まずはホワイトラムを 45ml 注いで、冷やしたミントシロップ同じく 45ml と混ぜ合わせます。そこに先ほどカットしたライムを絞ったら、皮も一緒に透過しておきます。生のミントの葉っぱも透過して、さっき用意したクラッシュドアイスを流し込みます。かき混ぜて全体をなじませたら、炭酸水を注いでいきましょう。再度全体をかき混ぜたら、アップルミントのモヒート完成です。いただきます。このうまさは法律に触れますね。クラッシュドアイスのおかげでシャーベットみたいな舌触りになっていて、飲むとミントのメントールによる爽やかな香りが胸をスーッと通っていくのを感じます。これはうだる暑さも吹っ飛ばしてくれるカクテルですね。私の目の前には今ビーチと海の景色が広がっています。さてここでミント全般の薬効をご紹介しておきますと、口臭予防、血行、消化の促進、健胃、消炎、リラックス効果などが挙げられます。中でもアップルミントのこの甘い香りはリラックス効果が高いようですね。外来種の駆除がてら南国のビーチへトリップして、このストレス社会からしばしの間解放されましょう。ちなみにミントシロップは冷蔵なら 1,2 週間、冷凍なら数ヶ月は日持ちしますので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ミントシロップの作り方いかがでしたか？ミントって手に入るときは大量だったりするので、一気に消費したいならこのレシピがうってつけですよ。
このチャンネルでは身近に生えていて食べられる野草とレシピをどんどん紹介していますので、もし面白いと感じていただけたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。